ダラムのウォークアバウト、ブラッドフォードのウォークアバウト。ウォークアバウトは、イギリスで展開しているオーストラリアをテーマにしたバーのチェーン。ウォークアバウトとは、オーストラリアのアボリジニの少年が通過儀礼として行う徒歩による放浪の旅のことである。ブランドを所有しているリージェントインズは、バーリサ、ジョングルールズといったチェーンも運営している。同社は、二0九年十月に、 このチェーンの経営権を取得した。一時はイギリス各地にバー48店、ホテル3件、バックパッカーヤード1件、ナイトクラブ1件と、ウォークアバウトの店は50店舗以上を展開していた。現在も30店舗以上が展開されている。ウォークアバウトの従業員の多くは店のテーマを反映してオーストラリア人である。食事のメニューには、 カンガルー肉のバーガーやステーキなどオーストラリア風のものがあり、さらに南アフリカ共和国から取り寄せたスプリングボックの肉料理などもある。カンガルー肉やその他のエキゾティックな肉を使った料理を提供していることについてウォークアバウトは動物愛護団体からの批判にもさらされている。バーリサ、ジョングルールズのチェーンと同様にウォークアバウトのチェーン店では 同じ建物にある別のナイトクラブとの共同企画でナイトクラブ営業を行うことがある。二つの店舗は別々にあるいは一緒に運営され、ウォークアバウトが安っぽい音楽を流したり、生バンドを入れ、もう一つのナイトクラブがハードなダンス音楽を流すといった形をとる。こうした携帯をとる店舗の直近の例は、レスターのバーリサの後に開店したウォークアバウトである。 ウォークアバウトがハイライトコメディクラブと組む形でエディンバラ、レスター、ワットフォード、グラスゴー、バーミンガムに出展している。ありがとうございます。